はい、今回は追加のガチャガチャを回していきましたので、開けてみていきたいと思います。じゃあまず、緑のカプセルから。これがね、一番初めに出ました。積みキャラ、無限大っていうのかな。追加は全5種類の1回500円というね、ちょっと高いガチャガチャです。ラインナップが追加は28話で、うさぎ、モモンガ、ラッコというね。クリマンジョ先輩ではなく、ラッコの師匠の方がね、入るというね。緑のカプセルには、ラッコ師匠が入っていました。いいですね。いや、思っていた以上にやっぱり分厚い。はい。二つ目のパーツ。これも可愛いですね。はい。積みキャラということで、こんな感じで積めばいいのかな？難しそうですね。かなりこれ。二つ目はね、こちらが出ました。青いカプセル。青と言えばという感じですね。はい。ハチワレです。可愛いですね。ハチワレはなんかお風呂のなんかタイルみたいな柄ですね。後ろ側が。はい。横にね、ズダーとスライドしてるシーンですかね。自立は完全にしない。まあ、横にするもんですね。で、ハチワレの武器がついています。で、三つ目は赤いカプセルが出ました。赤は、シーカワでした。座ってるポーズだからか。結構ちっちゃめのブロックになっている。付属のやつとあんまり変わらないぐらい。ポシェットの柄ですね。チーカワの裏面は水玉です。可愛い感じですね。はい、最後はこちらです。紫色。紫色はこちら。モモンガが入っていました。モモンガの裏面は星ですね。可愛いですね。尻尾に包まれてる感じでとても可愛い。しかも本が甘えん坊になっている。はい、はい、ということでね、こんな感じで4種類集まりました。実際にはね、本当はウサギも欲しかったんですけども、ウサギがね、多分3つ先ぐらいまでね、出てこないことが確定していたので、さすがにこれ1回500円なのでね、W をね、たくさんちょっと引くのはちょっとやだなっていう感じで、まあ自分のね、推しのラッコが出た時点で本当はね、どうしようか迷ったんですけども、まあチーカワ欲しいしっていう感じで回して、こんな感じでね、揃いました。最後にね、ちょっと積みキャラということなんですけども、どうやって積んで遊ぶのこれは。絶対さ、そんなに大して積めないよね、これ。ラッコのパーツが一番なんか、いい感じな気がするよね。何個詰めるかっていう感じで遊ぶもんなのかな、これは。いや、正直すごく、難しいなっていうふうに思うし。これダメだな。チーカーのキャラってとても悪いので、正直積むの無理じゃねってなっちゃうね、これ。バランス的にさ、平らな部分が少ないキャラだと、もうこれ以上は積めないよね。ということで、これでいいかな。はい。積んでみた結果。もうね、ちょっと全部は積めませんでしたという感じで。すごいね、これ全部積める人はどうやって積むんだろうか。この積みキャラっていうさ、ロゴがちゃんとできていることを考えると、これ、今後も展開あるのかなっていう気がしますね。まあ、今回はチーカーだったけど、チーカーじゃないシリーズもね、今後出ていく可能性もあるのかもしれないですね。なんか第2弾も来そうな気はするけど、どうなんでしょうか。そうなるとね、やっぱり、ウサギ欲しかったってなっちゃいそうですよね。まあね、メルカリちょっと覗いて買えそうな金額だったら買っておきたいと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。